これはデモ音声です。写真拡大。秋華賞 G1 17日阪神豪快に差し切ったオークスに続き、牝馬2冠を狙うユーバーレーベン。これはデモ音声です。15日枠順は6枠11番からのスタートに決まったが、手塚氏は後ろから行く馬なので奇数でも偶数でもいいよと意に返していなかった。これはデモ音声です。むしろ気になるのは空模様のようで、馬体絵は前走よりも少し増えているぐらいかな。株式会社 AI が提供するデモ音声です。あとは雨がどんどん降ってほしいねと時計のかかる馬場を期待します。